国鉄滝1700経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、気象山専用の35トン石炭ク車として1968年5月2日から1995年1月にかけて60両が富士重工業、富士車用、 三菱重工業、日本車両製造、川崎重工業の5社で製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、高前置事、小滝と表記する。本形式の他に希少産を専用種別とする形式には、他2100系、タ無2100系、タ無5500系、他差3300系、多機8100系、多機1950系、 タ一12,050系の7形式があった。落成時の所有者は、日産化学工業、宇部高産、住友化学工業、日本石油輸送、旭化成工業、日本化成、三菱化成工業の7社であった。1974年1月17日に、住友化学工業所有者4両が、日本石油輸送へ、1987年10月27日に、 アサヒカ製工業所有者3両が同じく日本石油輸送へ1988年1月19日にアサヒカ製工業所有者2両が日本陸運産業へそれぞれ名義変更された1979年10月に制定された化成品分類番号では新81が表記されたステンレス構成のタンク帯を持ちにく方式はタンク上部のマンホールからの上入れ 駅出艦と空気管使用による上出し方式である。駅出艦と空気管は S 時間を装備している。車体色は銀色、寸法関係はロットによる差異があり、以下一例を示す。全長は1 1 0 0ト、mm、ル全幅は2 5 9 6ト、mm、ル全高は3 8 2 7ト、mm、ル台車中心間距離は6 4 0 0、mm、トル 事業積は25.5立方メートル、時長は15.0トン、換算量数は、積車5.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C、TR41D、TR41E-12,TR225,TR213C である。1987年4月の、 国鉄分割民営化事には43両が JR 貨物に継承され、2009年度に最後まで在籍した8両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。